はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダウンタウン熱血時代劇、ではミッションモードですね、続きをやっていきたいと思います。とりあえずなんか古文系を進めてるところで、梅三郎の古文たちを倒したから、次は神六の古文たち全滅させろ。神六って誰やねんっていう。場所は絶対ここだな。どうせまた一条とか出てくんだろうこれ完全にミッション使いましたな。もう色の変わっただけでキャラクターとか一緒だし、やることも一緒毎度いてやることは一緒。そろそろ一条出てくんじゃねえか。三、あ、来た一条いて、一条にやられた。コージ、こいつコージだよな。もうサングラスかけたやつ誰だ。暗い。お前らいろんな軍勢についてんな、本当に。名前がわからん。これで倒せば、竹次郎。なんで一条が竹次郎って名前なんだ。国政とかはすげえわかりやすいけど。名前のこの脈絡がない奴らとか全然、どうやって決められてるんだろう。これ玄英だろ、こっちで最後だ、そういえば。吉五郎。よし、ミッション51をクリア。52。中吉郎の子分たちだから一緒なんだろ、どうせ。またこっちで殴る日々が始まる。で、どうせまた一条だ、一条って言って。サングラスの後に一条が出てくる。そして最後は玄英と。さあ来い、とっとと来てくれた方がな。お、サングラス一条来た3人まとめてぶっ倒してやる。うわー、なぜか一条に毎回やられる。くーらえちゃん、ヤントスイング。うわー、今敵を持ったのに、何、一条にやられている。俺に逆らうのか一条。よし、そして玄英、あとはお前を仕留めるだけだ。あれ、そうだ、デコスケとかいたな。まだか、玄英は。来た。このデコスケはそろそろ倒せそうだ。いいって。ちょっとした間合いからパンチを仕掛けてくるな、こいつら。オッケー。で、次はまだ古文系が続くのか。続く。山賊の古文たち、とうとう山賊になり下がったか、こいつら。もう俺たちは山賊でやってくしかねえっていう。こいつら仲いいな、みんな同じだろう。だってすげえ効率いいダメージの与え方だ今。俺たちはもう山賊としてやってくしかないんだ。やつら成敗してくれる。一条が先に来たか、サングラス野郎より。だが人としての道を誤ったな、山賊など。俺は悪には容赦はせん。うお、いて、完全に俺が山賊だけどな、これ。ほら、そろそろデコスケが、あ、もうデコスケいてるわ。お前だ。おゲーム出てきてる。さ、このいて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 、ついついつい。オーケー。山賊になり下がった後はどうなんだ。侍たち、もしや刀持ってるとか。山賊から一気に出世したな。うわ、持ってる。相変わらずやばい。これはちょっと挟まれないように、なんかバツがついてていけないってことか。このなんだ、アッパーみたいなの。やばい、強い。さすがに刀は強い。やばい、超強い。いって、ちょっと山賊とかバカにしててごめん。あの、君たちすみませんでした。おら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 、一気に出世したな。あ、これで終わり。おお、
山賊から侍に出世したやつは少なかったな。全員が出世をしたわけじゃない。一条いなかったな。お、もしかして忍者になったとか。忍者ってでも顔がいまいち分かりづらいかな。なるべくならいてー、マジで分からん顔が。でも忍者は攻撃力がそう高くないとは思うんだけど、結構タフだな。とりあえず、おお、なんだ、ニトロアタック的なのを使ってきた。さすがだ。うお、マジか。必殺技を使ってくるのってかなりレアなんじゃないか。赤鬼とか青鬼すら使ってこなかったかな。あ、張り手スペシャル使ってきたか。ただニトロアタック当たらないな。距離が足りてないのか。よし、これで終わりか。さあ次の軍団はどれだ。虎像登場。マジか。子分たちを蹴散らし虎像を倒せ。ミッション50からまた。お、音楽が違う。こいつらか。あ、そうか、まず子分か。え、もしやこれでまたさ、同じようなのが続くの。虎像の後はなんとか梅吉だっけ、なんか名前が出てこないけど。やばい、こいつら強くなってる。しかもトラゾー一家最高。ほら、うわ、来た、トラゾー。こいつか。ちょっとなるべく挟まれないようなフォーメーションで。なんだ今、なんか使ってきた。え、部下もまた出てくんじゃん。トラゾーってあれ熊だか。おお、刀を取り出してきた。トラゾーを倒さないと もしかして終わらないとか。ジャイアントスイング結構強えな。おらおら、お前の仲間にやられるんだ、虎像よ。やばい。しかし、おお、そうだな、ボスを倒せば終わりか。57、そうすると次雷像か。またこのパターンが続くな。そうすると一条は出てこないな。雷蔵はあれなんだな、忍者系なんだな。そうすると、国のそもそもの必殺技が何なんだと。マハキックはやっぱね弱いな。もう使う価値がない。普通のパンチの、わあこいつか。全然忍者じゃねえな。なんで鉢巻きしてんだ。お前だけ素顔見えすぎだろ。他のやつら隠れてんの。うわ、刀取り出してきた。すげえ、43も当たった。やばい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 。クソ、俺ら素手で戦うぜ。ただ武器には頼らん。正々堂々と拳で語り合う、それが俺だ。よーし、雑魚が出てきた。雷蔵の次誰だっけ。梅三郎か。俺一人で壊滅させてやる。まあ、まずは雑魚を倒す。ほい、雑魚3体倒すと出てくるか。これ違うよな、格好が違うからな。そもそも一般の雑魚敵とは。くらい、来た。あれ、これあれじゃん、森本じゃん。森本も俺に逆らうとは。熱血高校同士の仲間だったのに。森本は刀を取ってこないな。そのまま眠らせてやる。梅三郎は森本か。全然名前ちげえな。59。人六。さあ、人六は誰だ。ま、雑魚は相変わらず変わらないかな。サクッとやってやるぜ。
さあこっちに来い。まとめて相手をしてやる。痛い。ちょこちょこ食らうな。お、こいつだ。鬼塚か。鬼塚だっけ。いいんだよね。いってー。おお、なんだ、技ではないか。普通のジャンプキック。うお、いや技っぽい。ジャンプキック系の技だなきっと。うおお、なんだっけあれ、人間トルネードじゃなくて人間ドリルだ。まさか人間ドリルを使ってくるとは。さすがだな。だが圧倒的にポテンシャルが違う。もう17とか当たるからな。刀の40はでも強かったな。かなり危険だった。お前も倒してやる。遅かったな部下よ。これ何個続くんだっけ。中吉郎か。次はま、例によって雑魚を相手にしてから。結構雑魚もあれだな、活動的になってきたな。最初の芸人とか全く攻撃してこなかったのに。おお、前田じゃないか。まさかお前もボス格になっていたとは。いて、前田ってなんか技あったっけ。いていていて、強い。完全に武闘派だこいつは。くらい。いて、よし、そろそろのはずだ。前田、お前を倒す。くらい。よーし、殴ろう。ちょっと得点稼ぎになる。最後中吉郎が前田か。もはや原型が何にもないな。さあ61、ゴン作。あ、ゴン作ね、いたね。誰だっけな、ゴン作。なんか前の時代劇でも確かいたと思うんだよね。そうするといずれ達一達次が出てきそうだな、最後の方で。おい、これ4体くらい同時に出てきてもな。そっちの方が。おっ、ゴン作西村だ。そうだ。なんで西村キックしてくんだ。うわ、速いキック。マッハキックではないよな。違う、俺のマッハキックの方が速い。なんか西村のキック速い気がする。パンチのイメージがあるんだけど。だが、この追い打ちにかかれば。最後殴る。殴れないか。ゴン作登場だし。ゴン作ってしかもあれじゃなかった、山賊の服着てなかった。しんのすけ登場。こいつら侍系か。そうすると侍系かなりきついんだよな、刀持ってるから。おお、来たー。やばいやばい、やっぱり27とか。ここはかなり山場だな。まとめて、まとめて倒す。やばいやばいやばい、一歩引いた間合いから刀を繰り出してくる。早めにボスを出そう。来たー。なんかすっげー刀持ってんだけど。斬鉄剣みたいなの持ってる。しかも誰だこいつ。元ネタのキャラクターがわからん。いってー。早めに倒さなくては。雑魚の刀もきついからな。敵がな、全体的にこのくらい強ければ歯応えがあるんだけど。よし、まあこれこそミッションって感じだな。でもまた次から変わるからな。侍系が一番強いっすね。重吉、誰重吉って。あ、忍者か。そうだそうだ、もう侍相手じゃなければな、もう怖いもんはない。いって、必殺技使ってくんだっけこいつら。あ、ニトロアタック使ってくんだ。そこら辺の下人ではないけど強くもないな。あれ、こいつもしや、もはやボスなんだかボスじゃないんだかわからん。いや同じか。いやどうなんだ。
あ全然ちげえし、なんでお前また一般人なんだよ。これ誰だ、なんかちょっと山田かこいつ、なんかかっこいい剣を取り出したけど、やばい、こいつも暫定剣持ってる。山田っぽいなこいつ。剣を取り出されるとちょっと危ない。よしよしよし、ちょっと点を稼ぐ。重吉登場って山田だったか。国政危機一発。お、ここから思考が変わったな。国政は瀕死の状態だ。マジか、食らったら死ぬ。うおー、これはきついぞ。下人か、でも相手は下人だ。下人といえども油断はできんな。なるべくパンチ2発でことを済ませたい。くらえくらえ、よし、武器とかな、投げてくるからなこいつら。それに当たるとかなり厳しいな。ほら、この武器が動いてる時に当たってもダメージ食らうから、そこは気をつけなきゃな。よし、あと一匹ノーダメージでいけそうだな。 OK OK。さあ、そして65はまたか、今度15人、最後20人。絶対そのパターンだよ。まあ、さっき一発も食らわなかったから大丈夫だとは思いたいけど、気力が1あるから1回くらい倒れても大丈夫かな。やばいやばいやばい、うわー、いや、まだ気力が残ってる。まさか投げたものに当たるとは。これはちょっと幸先が良くない。いきなり食らっちゃったからな。こういうね、コロ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 転がってんのも危険なんだよね。よーし、くらい。ようやくあと、よ、ダブルで持ってきた。武器はちょっとどっか行っ、危ねえ危ねえ、走ってなかったらちょっと今危なかったな。こっちの方に投げとこう。もう危険だこれは。下の方に投げとこう。これで大丈夫なはずだ。こいつはみんな武器を持ち出して習性があるからな。すげえ、3個重なってんだけど。ほら、やばいやばいやばい、危険なものを持たせてしまった。あと2匹か。最後はこれで、これでなんとかぶっ倒す。ほら、三段武器、三段武器になって何か意味あるのか。投げる、やばい、やられた、やられた。余計なことしなきゃよかった。マジか、三段武器とかわけわかんねえことやってたら死んでしまった。一回は倒れて大丈夫なんだな。そうするととりあえず武器はちょっと全部こっちに封印しとく。ほい、はい、武器禁止。何個あるんだこのステージに武器。いて、やばい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 、いきなり食らったよ。これはかなり危険だ。ちょっと武器をこっちに集める。もうそれさえすれば忍者は基本攻撃してこないからな。あとはもう武器を持ち出すな、持たせない。よし、さあ、あとは料理するだけだな。このパターンで大丈夫だ。サクサクっといこう。ほいって殴って、ほいっと、よしよしよし。やばいやばいやばい、危ねえ危ねえ、倒れると死ぬな多分これ。もうここまで来てもう一回死にたくはない。やばい、死んだ、うおー、マジか。最初に一発食らっちゃうのがな、どうしても痛いな。いやー、これは歯応えがあるというか、なんというかって感じだな。
食らっちゃダメっていうこの制約があるから。ただ武器はやっぱり下に捨てた方がいいから。危ない危ない、たく余計なもん持ち出しやがって。ほい、これでとりあえず安全は。うわ、まだあったか石が。こういう石も危険だからな。ほい、集めとかないと。これでもう安全は確保できたな。あとは、お、危ない危ない危ない、たまにこうぶん殴ってくるから、それに当たらないようにしないと。いてぇ、やばいやばい、こいつ危険だ。少し落ち着いていこう。多分ね、このタイミングがあるんだよね、攻撃を仕掛けてくる。やばいやばい、や、余計なことしてしまった。くー、はい、もう3、1回倒れてるからな。少し暗い、やばいやばいやばい、これ間合いを取られるとねちょっと厳しい。暗い暗い、よしよし、あと1匹あと1匹、好戦的なやつが来ないことを祈る。ほら、よしよし、やっと倒した。いやー、これまた次20体はきついな。まあ、とりあえず65か。そうだな、ちょうどキリがいいところなので。じゃあちょっと最後苦戦しましたけれども、今回のミッションモードはこれで終了して、また次回からやっていきたいと思います。